どうも、かつやしです。本日はですね、これから秋に来たい1週間コーデみたいな感じでやっていこうと思ってるんですけれども、実際ね、まだね、こういったスウェットとかやっぱ暑いじゃないですか。だからまだ10月中旬以降の話になるのかなと思いつつ、最近いくつかさ、長袖の服を買ってきてますので、考えながら、あ、この組み合わせ、あ、でもない、こうでもない、行きたいと思っております。まあね、大体ね、大体イメージついてるんですけれども、もうほんとブラックが多い、あとユニクロ U 無印ばっかりになるんですが、まあね、好きな服装をね、着るのが一番いいんじゃないかなと思っております。ということで、はい、準備できましたので、やっていこうと思っているんですけれども、大体ね、さっきから10分、15分ぐらい経って、準備完了している状態なんですが、その間に、何着ようかなっていうふうに頭の中で考えてて、大体ね、7つ絞った感じがございます。もしかしたら自分の中で着ながら変えていく可能性もあるんですけれども、あと、アウターどうしようかなと思って、アウターは季節的にまだ先の話でもいいかなっていうふうに自分自身思ったので、着てジージャン止まりにしておこうかなと思っております。またアウターとかね、使ったコーディネートはまた10月下旬から11月ぐらいでもいいかなっていうふうに思ってます。ということで、一つ目のコーディネート。さっき着てたね、こちらユニクロ U の、スウェットパーカーになりますね。それをメインとしたコーディネート。足元がニューバランス 990V5 のグレーですね。だいぶね、雰囲気が出てきました。1年ぐらい経ちますでしょうか。ボトムスがオアスローのファティーグパンツ、ベーカーパンツですね。ベーカーパンツから、カーゴパンツも欲しいなって最近思ってるんですけれども、これをね、まだもうちょっとこう、なんていうかな、履き込んでいって自分の形になじませたいなっていうのはあるわけですよ。もし、カーゴパンツ買うんだったら、夏に、ショーツで買ったプロッパーのカーゴパンツ、あのあたりがオリーブがねあるんで、そこ行くかなっていう感じですね。でインナーがですね、ユニクロ U の半袖のグレーの T シャツでございます。でアウターじゃなくてトップスがユニクロ U のこれ春夏に出たモデルの、言っても最近買ったんですけれども、スウェットパーカーになりますね。やっぱりねこの気持ち上も下も気持ちゆったりな感じがですね個人的には好きな、服装というかですね、バランスになりますね。一応身長が171センチちょっとになりますけれども、このね、ゆったり感、気持ちゆったり感、ちなみに L サイズですね、気持ちゆったり感のシルエットが好きです。ということで、続いてですね、二つ目コーディネートいきたいと思います。はい、続きましてですね、二つ目のコーディネートにります。基本ね、やっぱね、黒多いんで、パッと見の印象は多分変わんないと思うんですけれども、ボトムスのサイズとか、カラーとか変えて、行こうかなと思ってます。基本ほんとブラックばっかりですね、トップスはですね。ということで、足元ニューバランス 990V4 のブラックになります。ボトムスがフラボアのチェックのパンツになりますね。腰回りかなり大きめのですね、緩い感じのボトムスになります。そしてインナーはユニクロ U の白 T 半袖になりますね。でトップスが一番最近購入いたしましたユニクロ U のポケ付きロン T L サイズになります。このね、緩い感じがですね、もう自分自身理想とするシルエットなので、もう楽ですね。この感じのね、シルエットが非常に楽。もうね、だからもうこういう緩い感じの服装にね、やっぱり一回慣れたらね、なかなかちょっとタイト気味がですね、着られなくなっている今みたいな感じなんですけれども、いや、このね、色、ブラックベース、気持ちこう、チラッと見える白、グレーのパンツからの黒いスニーカー、良いのではないかなと思います。ということで、続いて、3つ目ですね。3つ目いきたいと思います。はい、続きましてのコーディネート、3つ目になりますかね。足元からニューバランス 990V4 のブラックですね。先ほどと一緒です。で、ボトムスがユニクロ U の去年のモデル、2019年の秋冬に出たモデルのスラックスパンツですね。ジャージーなんとか素材だったと思います。カラーがブラックだったかな、ダークグレーだったかな、すごくね、いい色なんですよね。で少しこう緩めの感じ。緩めって言っても76センチでこのようなね、感じのシルエットになります。でトップスがですね、インナーはユニクロ U の白無地の半袖になります。でトップス一番上がですね、このシャツが無印良品のオックス素材のノーカラーのですね、シャツになります。ボックスシルエットがですね、特徴的なんじゃないかなと思います。
袖はね、アクセントでまくっております。でこのゆるさ加減いいですよね。でこのシャツに関しては一応ボタン、上から 1,2,3,4 つ留めてます。一番下開けてます。でこれをね、まあ秋なんで、秋ってまだ暑かったりするんで、まあ、T シャツないからこう羽織もジャケットみたいな感覚で前開けてきちゃってもありかなっていう風にね、あんまりね最近しないんですけれども、もうあえてこんな感じでねラフに着てもありなんじゃないかなって思えるこのノーカラーのシャツ。このやっぱ白っていうのがいいですね。オックス素材っていうのも気に入ってるし、うん、こういう感じでですね秋のコーディネートなんかね、だんだん楽しくなってきましたね。ということで続いて4つ目いきたいと思います。はい、続きましてですねシャツがですね、ここにちょっとわかんないですね、近づきましょうか。ここにボタンがついているシャツになりますね。このね無印良品のこのなんていうかなロンティーみたいな形なんですけれども、ここにアクセントがあるわけですよ。で素材がオックスで、こういった感じのね遊び心もあるシャツでございます。これもね横がね広いシャツになるんですよね。ということで、コーディネート的にはですね足元グレーのスニーカーニューバランスになります。でボトムスは、先ほどの、ボトムスユニクロ U のですね去年の、モデルで、ちょっとジャージー素材だからリラックス感があるスラックスというか、まあ、そんな感じの表現か合ってるかどうかわかんないんですけれども、そのようなボトムスですね、まあ、とにかく緩めの感じがね個人的に非常に好みになってますね。でインナーが、グレーのユニクロ U の T シャツ持ってきての無印良品のオックス素材の長袖の、まあ、プルオーバータイプのシャツですね。ほんとゆるいな、ゆるさ加減がね非常に好きですね。これでだから別に今日だからスニーカーに関してはニューバランス 990V4 のブラック、V5 のグレー、 CT70 のブラック、それしか出てきません。まあ、そうね、3つスニーカーあれば結構着回せる感じがあるんですけれども、このゆるさいいですね。サイズがねだからトップスもこれ L かなんかだったんで、やっぱ気持ちゆったりめサイズ、まあ通常だったら M のところワンサイズ上げるぐらい、2サイズ上げたら僕のこの体格的な問題で余裕っていうかね、こう身幅が大きすぎちゃうんで、まあワンサイズアップぐらいが最近の好みかなっていうのはね感じがあります。ボトムスはねもともと緩いのが好きですね。まあ、こんな感じでですね4つ目5つ目コーデ合わせてみましたが、いかがでございますでしょうか。いいね、早く、まだねやっぱね動画撮ってて今エアコンは入れてないんですけれども、若干暑さは感じるんで、まあもうやっぱ 1,2 週間 2,3 週間後ぐらいの気持ちの服装かなとは思います。はい、続きましてのコーディネートはですね、少しこうブラックコーデから、まあ、休憩ブレイクみたいなですね合わせ方にしてみました。足元は CT70 でございます。 CT70 このここがさ白じゃないんですよね、ちょっとこうきなりっぽいベージュっぽい感じのねカラーがいいですね。そして履きやすい、かかとが一切痛くなりません。でボトムスがですね PT32 レッドキャップ PT32 のネイビーになります。これも2タックだから腰回りゆったりで、裾がね少し絞ってあるようなねデザインになってます。ロールアップは5センチを2折りしてますね。だから裾上げ自体はしておりません。でインナーがですねユニクロ U のグレーの半袖 T シャツ、これが M サイズになります。で G ジャンが、リーバスの復刻版のビッグ E のセカンドタイプになります。このボックスのねシルエットいいですね。でサイズなんですけれども、これが、42だったかな4だったかな、今ですねサイズを確認したらですね42のサイズでございました。まあ LLXL みたいな感じのねサイズ感になります。気持ちだからゆったり大きめのねシルエットになるんですけれども、最近のまあコーディネートでいくともうこれぐらいあっても全然個人的にはいいかなって思えるようなねサイズ感でございます。 G ジャンは本当やっぱりね一着あったら本当便利だなっていう風に、ね、改めて思ってきてるんですけれども、こうネイビーでこう合わせたい時に本当に使えるなっていうのはね印象がございます。まあネイビーいいな、ネイビーもいい、まあブラックもいいけどネイビーも、まあここでね心が揺らぐわけですよ。
ブラック着てるけれども、あ、ネイビーもいい、あ、ネイビー買おうかな、いやいや、やっぱりブラックとか、やっぱグレーとか、あ、ブラウンがいいとか、なんかいろいろ悩んじゃうんですけれども、まあ、そういった時が楽しかったりするわけですよ。ということで、ブレイクコーデとしてですね、休憩コーデとして、まあ、ネイビーをベースにした、こういったアメカジっぽいような、完全なアメカジではないかもしれないけど、アメカジっぽいようなですね、雰囲気のコーディネートで遊んでみました。ということで、続いてが6つ目かな、いきたいと思います。もうここからね、またスウェットに戻ります。クルーネックスウェット、スウェットパーカーで締めたいと思います。はい、続きましてですね、まあ、ブラックとグレーの組み合わせのですねコーディネートにしてみました。足元がですね、ニューバランスのグレーのスニーカーになります。990になります。 V5 ですね。で、ボトムスがですね、ファティーグパンツ、ジャパンブルージーンズのファティーグパンツになります。このポケットのデザイン、最近本当好きなんですよね。オアスロー買ってからこのデザインがめっちゃ好きですね。で、カラーがですね、もうグレーですね。あの、色落ちした感じでグレーになったようなね、そんとそういうようなね、こう、なんとも言えない表情がですね、たまりませんね。で、インナーがですね、ユニクロ U のグレーの T シャツ。っていうかね、今日ね、インナー多分全部ユニクロ U の半袖 T シャツじゃないかな。まあ、それぐらいですね、活躍するわけですよ。サイズも M、L ってね、ちょっと今日使い分けてるんですけれども、それぐらい活躍。特にグレー、ほんと使いやすいなっていうふうにね、改めて思っております。で、トップスがですね、これ去年の2019年の秋冬に出た、ユニクロ U のクルーネックのスウェットになりますね。このね、スウェット形めっちゃ好きなんですよ。一応僕がこの、ブラックとナチュラルのカラー2色持ってるんですけれども、この形はめちゃくちゃいい。で、今年着たい雰囲気にぴったりなんですよね。でも今年2020年の秋冬のコレクションではクルーネック確か出てなかったと思う、確か出てなかったと思うんで、買っといてよかったなっていうふうに思っている一着でございます。このね、今日ほとんどこう無地な感じのですね、組み合わせなんですけれども、まあ、ブラック、まあ、グレーとブラックの相性もいいですね。全身ブラックにこだわる必要ないなっていうふうに今日改めて思ったんですけれども、まあ、ブラック系なですね、雰囲気がですね、今年の自分自身のこの、なんていうかな、コーディネートのベースとなっているというかですね、まあ、今日はね、本当いろいろ着てみてですね、非常に楽しめましたし、よりこう何、自分が着たいなって思うものが明確になったというかですね、そのような感じで動画撮れてるんで本当に楽しめてますね。ということで、ラストは本当ゆるゆるなコーディネートでいきたいと思います。っていうかね、多分ね、それ買った時の動画で着てる組み合わせなんですけれども、最後そこで締めたいと思います。で、最後のコーディネートはこのような形でございます。スウェットのセットアップコーデでございます。まあ、これを着てね、どっか出かけるってことはまあそんなないと思うんですけれども、まあ散歩に行ったりとか、まあ、近所のドラッグストア程度であれば、まあ、このコーディネートいけるかなっていうふうに思ってますけれども、一度してみたかったんですよね、このスウェットのね、セットアップコーデ。ということで、全身ユニクロ U でございます。足元はね、ニューバランスなんですけれども、この緩い感じのスウェットいいですね。まあ、言ってもこれで M ですからね。M の割にはかなりでかいだろうというような感じもあるんですけれども、M でしょ、インナー L でしょ、トップスも L でしょ。まあね、全体的にこのようなゆるゆる、もうカジュアルでもないか、本当に緩いですね。まあ、ウォーキングコーデと言っていいか悪いかわかんないけれども、すごくね、気に入っている一つの、まあ、コーディネートの一つでございます。何がいいかったら、まあ、ニューバランスとユニクロ U は良かったっていうような感じかな。ということで、元に戻りましょう。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、これからの季節着たい1週間コーデということで、いくつか着てみたんですけれども、まあ、結果やっぱりね、ブラックが多くなってきてるし、まあ、自分でもやっぱ好きなんだなっていうふうに改めてですね、今日いろいろ着てみて思いました。まあ、着てったらね、やっぱりいろいろ楽しく、こう、やっぱり洋服着た方がいいなっていうふうにね、思うところもありつつ、まあ、ただブラックばっかりじゃ、あれなんで、まあ、オアスローのファティーグパンツ、オリーブを持ってきたりだとか、ジージャンでネイビーコーデしてみたりだとか、まあ、いろいろそのあたりもですね、まあ、基本となるのはおそらくブラックになるけれども、まあ、いくつかそのあたりも、
まあいろいろこう着つつですね、これから秋冬のファッション楽しみたいと思います。次はね、アウターとかね、噛んでくるね時期になってくると思いますので、まあ、そこもね今からねワクワクするかなっていうふうに思っております。ということで1週間コーデで遊んでみましたという動画でございました。で本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いや、いろいろね着てみたけれども、まだ暑いな。まだ暑いですね。ちょっとこのスウェットセットアップは暑い。